今回なんとオプションが盛りだくさん。オプションは多いです。はい、総額約380万円近く、はい、ご先祖様的立場の車知ってますか？先祖、はい、その考え方はなかったですね。718の前の718です。昔の、はいはいはい、でそれってもっと遡ると550っていう、あの4気筒一番最初かな、はい、のポルシェのやつなんですよ。それがここがもう一回こういう形なんですよ。なるほど。これが4リッター NA なんで、はい、GT3 のエンジンかと思いきや、はい、これが違うんですよね。そうですね。だからこれスペック的にも一緒なんですよね。ボアストロークも全く一緒だけど、はい、実はこの911の3リッターのターボのエンジンをベースに開発されてる、はい、あ、音気持ちいい。ほんと手首だけで、うん、ゴクってゴクって入ってる。こんな感じですよね。この重さと硬さともう絶妙、構成感というのすごいですよね。絶妙って言ってた。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ 718K-1 GTS4.0 2020年式7500キロこちらの車両になります。めちゃめちゃ興味がある1台がやってまいりました、はいはい、しかも今回なんとオプションが盛りだくさん。オプションは多いです。はい、総額約380万円近く、はい、ということで、はい、あの多分1個ずつ説明すると、はい、あの抜けが出てきちゃうので、今回この辺にざっくりちょっとオプション入れさせていただいて、はい、多いっすねオプション。オプション、まあ、GTS にしては、はい、入ってる方だと思います。なんでちょっとそんな豪華な1台を今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、でもうあの外装に関しては GTS ですから、はい、スポーツデザインのバンパーになってたり、はい、でちょっとあの今回改めてポルシェのコンフィグいろいろ見たんですけど、はい、あの普通のベースモデルとか S にスポーツデザインのバンパーつけるのと GTS のバンパーでちょっと違うんですね。若干、はい、なんか普通のでオプションでつけると多分ボディカラー同色か、はい、グロスブラックしか多分ないと思うんですよ。あ、そうですね、はい、で GTS 純正でついてるやつだとこの辺が全部素地になるっていう、はい、ちょっとあのこの辺は好みだと思うんですけど、うん、ちょっと気軽に使える感じとで決して悪くないのかなと、はい、あとはまあ塗ったりとかってボンドグループできちゃうじゃないですか。そうですね。なんで好みに応じて、まあ、同色にするところにヒゲのところがあるんですよね、はい、同色にしたりとか、あとここが一緒にグロスブラックにしたりとか、はい、そうすると結構表情も変わって、うん、まあ、いろいろ楽しんでいただけるのかな、はい、多分エンブレムとかホイールもサテンブラックだったりするのでそれも多分含めてってことだと思いますけど、うん、なるほど。あと今回豪華オプションやってまいりました、はい、LED ヘッドライトが、はい、ケイマンボクスターはちょっとまだ半々ですよね。あの既製のと LED と半々ぐらいでやっぱ入ってるに越したことはないということで、で見た目がまたこの LED のこのスモールが4灯になって、はい、パッと見でも全然違って分かるじゃないですか。そうですね、はい、まあ、この辺はまあもちろんなくてもそんなにその走行性能的には、うん、はい、まあ、ただあったらあったでやっぱり特に中古車市場だと、はいはい、かなり嬉しいですし、まあもう今の時代を考えるとそうですよね、はい、こんなのがついてる。あとは今回のこのボディカラー、はい、レーシングイエローでしたっけ。そうです、レーシングイエローですね。これちょっと珍しい気がしたんですけど GTS だと、まあ、そうですね、GT、まあ、ただ最近色物を結構やっぱ見かけるのが多いのが、まあ、このケイマンボクスターなので、ただまあいろんなカラーバリエーションがある中で久しぶりにちょっとレーシングイエローを見ましたね。ちょっと目が覚めるぐらいの、はいはい、ちょっと明るいイエローと、はい、であとは早速足元行きましょうか。足元も GTS のはい、ホイールということで、そうです。これもあの普通のやつだと選べないんですよね、オプションだと。そうです、はい、サイズの方が235、35、20、はい、こちらが標準でついてる、はい、あとは PASM が標準になってるんでスポーツサスでマイナス20ミリということで、はいはい、もう最近目がちょっとおかしくなってきてるんでこれでもちょっと車高高いなってあのさっき言っちゃったんですけどまあそうですね、純正だともう20ミリ高いわけですから、はい、足元も引き締められてる、はい、だと今回豪華オプションその2、はい、やってまいりました。カーボンセラミックが、はい、こちらが装着されていると。これ結構少ないんじゃないですか。そうですね、まあ、GT4 とかだと入ってる個体もあると思うんですけど GTS ではちょっと私は初めて見ましたね。 PCCB もちろんスノーケイマンから選べるオプションでありますけど、はい、100万円超えてくるわけじゃないですか。うん、そうですね、なかなかのオプションだなって思うんですよ。そうですね、まあ、車体もサイズもそんなにこう大きくなかったりするのでここまでのじゃあブレーキ性能が必要かとかそういうのもあると思うんですけど、あのなかなか見ることがないですね、あんまり。でやっぱりカーボンセラミックになってるとそのダストが出ないのと、はい、あとはその足元バネ下がすごく軽くなるんですよ、はい、車の挙動に結構影響する、はい、
まあ、車体価格からするともう1割ぐらいの、はい、価格のオプションですけど、そうですね、今回この豪華オプションガーボンセラミックがついていると、はい、でフロントは、そのままシックスポット350倍で変わらずなんですけど、はい、これリアのローターがリアでも紹介しますけど、はい、大きくなるんですよね、ガーボンセラミック、はい、こんな仕様になっております。そしてあとはやってまいりました GTS 4.0、はいはい、これがまさか、当時ですよ、僕出ると思わなかったんですよ。ああ、そうですね。GTS もなんか流れ的にはケイマンがやっぱりこの GTS とか以外ってターボエンジンになっちゃったので、どうなんだろう、ではターボで出るのかななんていうのは予測してたんですけども、4リッターの NA で、はい、出てきましたね。だから GT 系とかあとそのスパイダーみたいな、はいはい、ああいうちょっと特殊なので NA 大排気量って、はい、もしかしたら積むかもなっていうのはあったんですけど、うん、まさかこの GTS まで降りてくると思わなかったので、すごく意外な、はい、でエンジンの方もちょっといろいろポイントがあるみたいなので、はい、それはエンジンルーム、まあ、見えないんですけど、はいはい、そこでご紹介させていただきたいと思います、はい、であとはオプションでこの辺が黒くなってたり、はい、そうですね、これも僕初めて 見たかもしれないです。ああ、まあまあそうですね、あんまりクロスブラックのドアノブって大体同色が多かったりしますよね、まあ、この辺もちょっとアクセントになっていいかなと、はい、あとはケイマンってベースモデルも S も GTS もスポーツデザインにしちゃうと、はい、リア以外大体一緒になっちゃうじゃないですか、はい、だからここ違うんですね。そうです、はい、ここがフィン、このルーバーが1本のやつが GTS なんです、はい、ここ見ればパッと見で、スとか S のスポーツデザインなのか、うん、まあ、本物の GTS なのか、まあ、すぐ見分けやすく、はい、こんなのがついてます。あと後ろやってまいりました、標準が一応330倍のところ、はい、カーボンセラミックにすると350倍の、はい、なんと前後同サイズになる、はい、なかなか同サイズの、うん、そうですね、ってないですよね、はい、まあまあキャリパーがまあ4ポットでサイズ考えるとフロントのローターがこのキャリパーに対しては本当はもっと大きくてもいいのかもしれないですけど、多分そこまでの制動力はこの車体に対してバランス考えてっていうので前後今同サイズになってると思うんですけど、こんな感じのキャリパーが入っております、はい、そしてそのまま後ろに回っていくとケイマンのここのラインって新しくなるにつれてどん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 こう、うん、なだらかになっていってるじゃないですか、はい、一番最初の986正解、はいはいそうですね、はい、986ってここが結構ボコってなってたじゃないですか、はい、あれちょっとやっぱりこうなだらかになって、うん、すごくこうなんて言ったらいいかわからないですけど911みたいなちょっとお尻にだんだん近づいてきたなって、あ、はい、そうですね、なんか最近かっこいいなって僕思ってたんですよ、はい、ただ最近ですねポルシェミュージアムに行かせていただきましたよ、はは、はい、でこれのご先祖様的立場の車知ってます？ご先祖、はい、あんま考えたことなかったですね。718の前の718です。昔の、はいはいはい、でそれってもっと遡ると550っていう4気筒一番最初かな、はい、のポルシェのやつなんです。それがここがもう一回こういう形なんですよ。あ、なるほど。でそれ見てから改めて見るとなんか9867の、はい、なんかここがこうボコって出てるデザインもいいなと思って、なんかポルシェってこう振り返ると今のこの変化とか、はい、良さがすごくわかるなっていうのをちょっと感じました。なるほど。そしてテールランプがこれ GTS になると真ん中クリアになるんですよね。そうです、ティンテッドテールですね、はいはい、つもかかったここがクリアのテールランプ、はい、そして後ろこのリアディフューザーがちょっと特徴的ですけれども、はい、左右一本出しの、はいはい、こちらのディフューザーに乗ってると、はい、そしてあとはこのエンブレムなんかも今回しっかり黒くなってて、そうですね、エンブレムとかマフラーもウィングも今回黒なんですね。そうです、ウィングもグロスブラックでマフラーのエンドもブラックタイプのものですね。なんでちょいちょいこう黒を入れて、はい、黒黄色で非常にまとまった一台かなと、はい、PCCB もそれでいうと黄色なんで、あ、そうですね、はい、なんでかなりこう2色ぐらいでまとまってまとまりはありますね、はい、車全体のまとまりもかなりあるかなと思います、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装もこれめちゃ豪華じゃないですか、はい、でまずこの赤のアクセントが GTS インテリアパッケージということで、そうです、はい、まあ、レザーの比率が多くなって、はい、まあ、ステッチだったり随所にこの赤が入ってくると、はい、これクレヨンの設定もあるんですか？クレヨンもありました、その2色ですね。で今回のものはこの赤で、はい、いろいろセンターコンソールもそうだしいろんなステッチ、はい、あとはヘッドレストの刺繍もそうですし、はい、シートベルトなんかも、はい、あとはマットも、はい、これちょっと豪華ですね。豪華ですね、はいはい、これがなんか池田君情報によると今日現在、そうです、最近なんか選べなくなってるので今は現在例えば新車注文しようと思うとおそらく GTS インテリアパッケージは選べないのかなと。なるほど、はい、あとオプション的なものでいくと、ドアシェルもちょっと養生張っちゃってますけども、はい、カーボンになってたりとか、はい、あとはペダルカバーがついてたりだとか、はい、随所にちょっとそういったアクセサリーなんかも追加されてて、はい、非常に豪華なインテリアになって、はい、
じゃあ続いて乗ってみたいと思います。で乗ってみる前に何ですかこの豪華なシートは。はい、いっぱいスイッチついてますね。18ウェイ K マンでちょっと久しぶりに見たかもしれないです。はい、そうですね。これも結構な金額のオプションですよね。はい、アダプティブスポーツシート、はい、オプションでついてます。これもバケットとかにしちゃうんじゃなくて、はい、ちょっとこの豪華なシートにするっていうのが、はい、今回この車の作り的にかなり、はい、まあ、メモリー機能がついてるのでそれがやっぱいいですよね。そしてちょっと乗ってみたいと思います。はい、いやいい感じ、いい感じ。スポーツシートのホールド感も程よいですよね、はい、ちょうどよくて。で僕あの背中のこの出っ張りが僕みたいに猫背に割と合ってるんで、はい、あの全然こうタイトさもないし背中押し出される感じもない、うん、すごくフィットしてます。そしてそのフィットに足りない方は、はい、細かく18ウェイで調整できますんで、はい、まあ、いかようにでもできると、はい、で結構下がるのも下がるですよね。下がります、はい、こんな感じで。ぶっちゃけで言っちゃうと僕個人的には手動が好きだったり、はい、そうです、はい、それが多分好みですよね。ポルシェ結構多分911も含めて結構多いですよね。なんかこう前後だけスライドだけ結構手動だったりするっていうものもあるので、うん、ただまあやっぱり18ウェイこれだけ細かく調整できてメモリついてるのでやっぱあるといいと思います。この辺がついてる、はい、で一応こっちがレーステックスになるのかな、はい、スウェード地の、そうです、はい、スウェード調の生地になっててこっちがレザーになってると。でちょうどこの体に触れるところがこの生地なんで、はい、割とこうしっかり滑らない。レザーシートって結構滑るじゃないですか。そうですね、はい、その感じはあんまりないと。でクッションの硬さも絶妙です、はい、で背中もここだけレザーかな、はい、あと肩のとこなんかは同じこのスウェード調なんで背中のホールドもすごくいいです、はい、こんなシートになってます。そしてやってまいりましたステアリング、はい、これちょっとあの資料を見返したらあのちっちゃくなってるのもそうなんですけど、はい、このステアリングってこれが何からスタートしたステアリングか知ってます？あ、918、あ正解、はい、正解、はいはい、そうなんです。僕びっくりして918 の、 あのコンセプトが出た時に、ね、はい、もうほぼこの形のがついてて、はい、でその後、まあ、ちょっとこの辺クリクリがついてたりとか仕様は違いますけど、はい、これとほぼ同じものが、はいはい、ついてるということで、911も後期からそうですね、はい、行って2位から2からです、はい、これがついてると。だそう感じるとなんかまたちょっとこう特別感というかそうですね、はい、を感じます。で今回のものは全部この外周スウェード地の、はいはい、これもちょっとあの僕はこの滑んなくていいなと思ったんですけど人によっては、はい、このスウェード地が滑るっていう、はい、僕もどっちかで言うとレザーの方が好きです、ね、あそうなんだ。結局乗る方って手袋しないと結局手垢とか手の油でツルツルになってきちゃうじゃないですか。やっぱそれが嫌な方もいらっしゃると思うので、僕手のこのシワシワだからなのか意外にこっちの方がいいなと思ったんですけど、まあ、好みですよね、はい、こんな感じので。今回距離も7500キロということで、はい、非常にコンディションもいいです、はいはい、で当然スポコロもついてますからモード切り替えも当然ついております。そうですね、はい、であとステアリングの方は、パワーステアリングプラスの方がはい、はい、オプションでついてるのと、あとなんかギア比が911のターボとなんか同じギア比らしいです、うん、なのでちょっとそういう味付けになっているとかっていうのを資料で見ました。あとメーターの方はこんな感じで3連で真ん中赤いタイプ、はい、これあれですよね GTS の、インテリアパッケージ赤くなって、はい、標準黒いものだと思うんですけど今回の車は赤くなってる、はい、でご覧ください。レブが7800ぐらいですかね。回りますね、はい、もう驚異の超高回転 NA エンジンが、はいはい、ちょっとこの後乗ったり聞いたりしてみたいと思います、はい、まあ、この辺の後機能はおなじみだと思うんでちょっと飛ばしちゃいます。そしてこのレザーのダッシュボードとスポーツクロノと、はい、だと今回この辺も超豪華です。シートヒーターもついて当然オートエアコン、はい、もちろんついております、はい、シートヒーターはすごくない？シートヒーターやっぱいいですよね、はい、オートエアコンはまあ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 って感じですけど、はい、シートヒーターまでしっかりついてる、はいはい、そしてシフトやってまいりました。やったぜマニュアル、はいはい、東京店だったですね。718スパイダーインプレッション車以来です。そうですね、はい、あとは僕ちょっと今回某中古車情報サイト見て、はい、今試乗を確認しました、はい、今僕見た時点ですよ718の在庫100台、はいはい、うちなんとマニュアル率 40%、はいはい、驚異のマニュアル率なんですけど、はい、それでもやっぱり嬉しい、はいはい、車好きとしてはやっぱり GTS、 そうですよね、 GTS マニュアル乗りたいなって後ほど試乗した際にお伝えするんですけど思うと思います。もちろん PDK でも全然悪くないし、はい、言ったら性能も燃費も PDK だと思うんですよ、はい、ただやっぱりここのこの
これはやっぱりちょっとやっときたいなという、はいはい、僕の一押しポイントです。そしてこの辺もしっかり全部ついてます。スポイクもついてますし、今回の車は別で、バルブの開け閉めのリモコンもついてますんで、はい、朝のアイドルアップのバグオンになっちゃうのも閉めたりもできるみたいです、はいはい、そしてこの辺もエンボスが今回の車入ってて、はいはい、アームレストの中もこんな感じです、はい、そしてあとは天井関係は全部このエステックス、はいはい、正統地になってて、バイザーもそうです、はいはい、バイザービニール結構ありますけどね。そうですね、はいはい、こんな感じ でライトパッケージも入ってるんでしっかり豪華なルームランプになっております、はい、結構内装なんでダッシュも含めてレザーとエステックスと豪華になってます。だいぶ豪華、はい、こんな感じの。だからちょっとあの外装含め特別感がすごい、はい、この GTS。そうですね、はい、うん、あとしっかりエントリー&ドライブも、はい、この辺もしっかりついて、はい、あのポルシェ未だに回す、もう本当いいですよね。これがやっぱり体感だけですからね、はい、体感はさすがにボタンになっちゃいましたけど、ね、はい、他のモデルに関しては未だに外側のこの回す機構を残してくれるっていうのはすごく嬉しいところかな、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いてボンネット側のトランク見てみたいと思います、はいはい、この辺もささっとおさらいだけ、はい、コンディションめっちゃいいですね。綺麗ですよね、はい、あの距離薄なんで、まあ、当然といえば当然ですけど、はい、そしてあの深い、はい、結構911 の, あの4駆なんかだと結構出っ張ったりして、うん、あのちょっと狭くなっちゃってるものなんかもありますけども、全然このなんかあんまりトランクは使用感がないというか使ってた形跡ないですね、はい、こんな感じのボンネットになっております、はい、じゃ続いてトランク側の後ろのトランクを見てみてください。後ろのトランク後ろも結構容量があって、はい、これこのスタイルでこの車のキャラクターでこの積載量ってすごいと思うんです。すごいですね、はい、もう全然普通にバックぐらいだと入っちゃいますし、はい、これ取れば長物も結構いけるじゃないですか、はい、だから結構ゴルフそのまま使われてる方もいらっしゃるぐらい、はい、割とこの日常使いにもすごくマッチしてるっていう。で車のキャラクターがなんかもうそういう感じなんですよね。 GT4、うん、スパイダーの後に出してきてるじゃないですか、はい、でまあ、サーキットも行けるスペックを持ちながら、はい、すごくこうデイリーユースというか、はい、そこに向けて作った車ということで、うん、日常使いもすごくいいと。でこの小物入れなんかも端っこしっかりついてて、はい、そして今回ちょっとエンジンアクセスできませんけれども、ちょっとここで、エンジンの紹介もしていくと、やってまいりました NAはい、水平対向6気筒、はい、3995cc、はい、馬力の方が400馬力、はい、これがさすがに GT4 よりかは、うん、はい、ちょっとあのデチューンされてますけども、はい、400馬力ですよ。十分だと思います、この車体サイズ考えたらこのちっちゃい車は400馬力っていう、はい、トルクの方も420ニュートンということで、はい、あのどうしてもトルクとかって排気量に依存するじゃないですか、はい、ちっちゃいエンジンで馬力出そうと思っても、うん、やっぱりこうトルクってついてこない。ターボだったらもちろん加給して大排気量と同じことができるんで、はい、トルクって出せますけど、うん、どうしてもその排気量に依存するんで、うん、このトルクの420ニュートンってかなりでかいと思うんですよ。大きいですよね、はい、でありながら、まあ、シリンダー休止がついてたり、はいはい、いろんなその環境性能のところも考えられる、うん、で結構この時代に逆行してんじゃないのっていう、はいはいはい、後出しで大排気量 NA を出す、うん、この行為ってどうなのって僕も正直思いました、うん、はい、ただこれ調べたらなんかその欧州の燃費計測方法の変更なんかがだいぶかかってるらしいです。あ、なるほど。でなんかもともと欧州規格の NEDC っていう規格で燃費計測してたらしいんですけど、はい、それが、途中から国際規格の WLTP っていう、うんうん、でその計測方法の違いであのターボの利点が活かしにくくなっちゃったんです。あ、なるほど、なるほど。ブースト値なんかがなんか多分計算に入るようになっちゃったんじゃないですか、多分ですよ、はいはい、でその辺でいろいろ技術的なものを組み合わせれば、うん、大排気量いけんぞっていうことで、なるほど、今回これが出てきてるらしいです。あ、これでもあれですよね、確かごめんなさい後ほど説明するかもしれないですけど、ベースは3リッターターボのエンジンが確かですね。そうなんです、はい、すいません先ほどちゃって、とんでもないです。これが4リッター NA なんで、はい、GT3 のエンジンかと思いきや、はい、これが違うんですよね。そうですね、だからこれスペック的にも一緒なんですよね。ボアストロークも全く一緒だけど、はい、実はこの911の3リッターのターボのエンジンをベースに開発されてる、はい、だからすごい未だにこうエンジンにお金をかけて開発するのもすごいし、うん、そうですね、実際こう商品というか車としてこう出してくるのもすごいなっていうふうに、はい、確かに。ただちょっとこの先だいぶらしいん で, そうです、ね、ここもぜひ乗っておきたい一台かなと、うん、はい、こんな感じのエンジンになっております、はい、
続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。はい、はい、続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、開けるというよりだからこれ朝のあの爆音対策って感じだよね。うん、みんな多分そんな感じですよね。さすがにアイドルアップでこれこれはでかいですよね。ちょっと住宅地だとめちゃでかいっす。やばい。そこそこいい音量しますから、ね。めちゃいい音してる。はい、はい、そしてじゃあちょっと出発前に少しだけ予習していいですか。あ、はい。はい、で一応、まあ、標準装備のものも結構多くて、はい、トルクベクタリングも当然標準ですし、あとはスタビリティマネジメント、はい、あとアクティブドライブマウントこの辺なんかも全部標準ということで、はい、もう走りの装備もかなり充実してる。あ、これトルクベクタリングでしたっけ。標準装備です。はい、トルクベクタリングっていうのは要はその内側コーナーの内側のブレーキかけて曲がりやすくするやつですよね。はい、回転差が出るんで今だからすごいっすよね。すごいですよね。もう全部車のそのトータルでなんかそのブレーキ制御したりとか、うんうんうん、まあこの車付いてないですけど 4WS の車だったらリアも打角がついてとかっていう。そうですね。もう誰が乗っても早く快適に、うん、はいはい、乗れるようになってると。まあ、強いて寂しい部分で言えば、まあ、この車乗る人でどうかなと思うんですけど、オーディオがまあ標準なので。ああ、確かにもうここまでインテリア豪華だったら、うんうん、オーディオもついてていい気はする。そうですね。ボーズブルメスターあったので、はい、あと正直レビューいいですか私、はい、正直レビュー行くとちょっと僕が乗るには派手すぎるなっていう。あ、ボディからですか。もうちょっとシックな方が、はい、特にこういう内装豪華なやつだったら。うん、逆になんかあの GT4 ないけど、はい、ツーリングパッケージ的なのを意識して作るんだったら中もうちょっとすっげーシンプルにして、フルバケとかにして、はい、快適装備一切つけないで、うん、で黄色だったら、そうですね。もっと走りを、そう、はい、ただこの走りをイメージするボディ、乗りやす、はい、乗りやす、ですよね。まずクラッチちょっと重めだけど、うん、ミートポイントも分かりやすいし、ハンクラもすごいこの幅があるから、はい、めっちゃ乗りやすい。でエンジントルクがあるんで。はい、どこで繋いでもなんかこう回転が落ちちゃうことがない。そうですね。多分これ吹かさないでも GT3 と一緒で吹かさないでもそのまんま多分全然いけると思います。いけちゃうぐらいの、はい、そのぐらいのトルクの太さ、そして乗りやすい。乗りやすいですよね。トルクある。はい、今サス入れてるんですか。はい、そして足回りはまあ、適度にこうタンタンタンって感じ。はい、程よくですね。ただ本当にこれデイリーユースできちゃうね。めっちゃ乗り心地いい。うん、不快な突き上げはないですよね。ないないない。もちろんスポーツカーらしいこのタンタンっていう感じなんだけど、はい、乗っててこの嫌になっちゃうのはない。全然動くね、足めっちゃ。なんか動きますね。でも多分 PCCB も入っ CPCCB が入って多分まあ上下軽いのもありますよね。あとはステーリングギア比がその911のターボと一緒らしいですけど、はい、その辺は僕には分かりません。多分だから GT 系と違ってもうちょっとだからダイレクトじゃなくなってるっていうことだと思います多分。
ただちょっとこれもドイツの話で恐縮なんですけど、テックアートに行って、はい、992のターボのおデモカーに乗せてもらったのね、はい、ちょっとターボってちょっと GT カー要素あるななんて、はい、勝手に思ってたのね、うん、全然勘違いだったあれね、いじったからなのか乗ってる人なのか、アマチュアドライバーみたいな人の横に乗せてもらったのね、はい、やばいね、あのね、すげえ切れた腹しりしたらね、めちゃくちゃ速いの。すごいですね。レーシングって感じではないんですか？ああ、もうレーシングで、レーシング、ああすごいですね。だからね、ちょっとポルシェのキャラクターってちょっと乗り手と乗り方だいぶ影響あるなと思って、うん、だこれもなんかその歌い文句はそのちょっとその GT4 ほどとんがってなくてみたいな、はい、街乗りも快適でみたいなことを結構歌ってるの多かったけど、うん、これ乗り方次第で相当狂った運転できるなと思って。ああですよね。ただこの懐の太さはやばい、うん、深さは安心感が全然違いますよね。そうだね、この懐の深さはだって今初見でだって乗ってこんなにスムーズに動かせるんだよ。そうですね。そんなにだっていろいろこういうの車乗ってきたわけじゃないし、はい、ステアリングもすんごい素直だし、シフトは確かにちょっとこうストロークもちょっと短めだし割と硬いです、はい、ポルシェ最近もうこういう感じのシフトですよ ね。これ GT4 とかと一緒のはずです、はい、GT4 とスパイダーとかあの辺と変わらないと思います。すっごいしっかりしてる、いいですよね。でブレーキも効くし、はい、これいいね。ただ僕はペダル配置が右ハンドルはなかなか慣れないんです。結構中央寄ってて、確かにそれはあるかもしれない、はい、この辺は好みで。そうですね、慣れちゃえばでも気にならないと思うんですけど。だからそこはあるよね、右ハンドル問題左ハンドル問題。うーん、まあ、もちろんその車種によりきりだと思うんですけど、自然なそのドラポジとかそのペダルレイアウトって言えば絶対もう元々左ハンドルの左だろうし、はい、うね、ただ日本特に都内で乗るんだったら、うん、右ハンドルの利点ってだいぶある気がします。ありますね、はい。まあ、言ってもその駐車場のチケット取るのなんかは、まあ、都内なんかだと両方ついてるのも多いですけど、はい、やっぱり圧倒的なこの左側通行ですしね。そうですね。あ、190? おー珍しい。珍しい味ありますね。あとはね、この黄色のイエロー、レーシングイエローのボディカラーがすごいそうですね、こんなに目に入ってくる、はい、前もそうだし、はい、特にフェンダーがこう盛り上がってくる、うん、から前のこの視界に入り具合もえぐいし、ミラーもそうだしミラーから見えるこのリアフェンダーもすんごい、なんか特別な車に乗ってるっていうのが、うん、そうですね、はい、特別感半端ないです。まあケイマンボクスターって未だに、まあ、もちろんやっぱ、うん、無難なとこだとやっぱ黒とか、うんうん、白、それからクレヨンとか多いですけども、うん、意外と色物探してる方も多くて、たまに水色とかさ、そうなんですね、前方かな、現行かな、緑系もありますし、あるよね、はい、逆にすごくいいと思います。最近まあ多いのかなっていうイメージもあるので、特に981とかあとは、まあ、現行の718もそうだけど、はい、なんかこうすごくケイマンボクスターのこのなんて言うんだろうな、立ち位置がすごく良くなったというか、うん、上がったというか、はい、なんかもう911の弟分じゃなくてなんか独自の路線にだんだん進んできてるなっていう。そうですね、特に GT4 とかスパイダーとか出てなんかそれがすごく確立されたなっていうのをちょっと感じる、はい、そうなんですよね。そういうこと、僕のイメージこう RR のモデルが言い方はもちろん911で、うん、ミドシップがいいとケイマンとかなんかそういうちょっとイメージに変わってきましたね、だんだん、うんうん、その弟分っていうところから、うんうん、それこそ出たての986とか、はい、987はちょっと弟分的なイメージ、うん、そうですね、まあ、僕勝手なイメージかもしれないですけど、はい、ちょっと強かった気がするのが、足回りを固めて行きましょう。じゃあマフラーをじゃあ開けてください。すごい、うわおーと変わりますね。全然窓閉め切った車内でも違いが分かるぐらい。ちょっと
然3000ぐらいからさ、あのカーンって音出るね。そうですね。これ可変のインマニがついてるからかな。あー、でもあるかもしれないですね。あ、全然ね、踏み込むと2500ぐらいからでも、はい、この独特なこのクオーンっていう音、これいいよね。 NA らしい音ですね、本当に。そう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 、懐かしい感じも。気持ちいい。うわ、 NA だなって思いますよね。すごい。うわ、ステアリングめっちゃ素直。あと意外とホイールベース短いのに、うん、車のこの挙動のなんか安心感もすごくないですか。そうだね。なんかピーキーな感じがそんなに伝わってこないですよね。まあ、速度域にもよるのかもしれないけど、言ったらだってこれよりホイールベースが長い軽自動車もあるぐらいなんだから。そうですよね、うん、なんか個人的にはまあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、ミドシップなんでリアのこう安定感が全然違いますよね。確かにこうもう先入観でそう思うのか、うん、ちょっとその実際そうなのか、僕のドライビングスキルじゃ分かんないけど、真ん中にすごく集まってる感はすごく感じる。ちょうど本当にエンジンがあるこの真ん中ら辺の重心がやっぱすごいですよね、うんうん、ここを軸にして車が動いてるような、後ろがこうなんか重たい感じもしないし、はい、あの FR の車みたいに前が重たい感じしないし、本当になんか自分が中心にこうそんな感じですよね。車線行しても動いてる感はある。乗りやすい。乗りやすいですよね。いいね。これだってノーマルでしょ。ノーマルです。これがさ、後ろからちゃんとメカノイズもして排気音もして、はい、これだけじゃん。もうそうですね。 FR だったら前からメカノイズがして、うん、マフラーのと後ろからじゃん。はい。これってなかなか動画じゃ伝わらないけどさ、乗るとさ、そうですね、うわやっぱいいなと思うよね。なんか前ちょっと前718スパイダーもやったじゃないですか、うん、まあ、同じエンジンのはずなんですけど、やっぱこうオープンと、あ、そうだね、オープンじゃないのでまた全然聞こえ方が、聞こえ方全然違う。ただ共通して音がすごくいいですね。そうだね。これね、屋根ついてればついてるって、なんかその車内にこう反響する音があるから、うん、そうですね。 NA らしい音ですね。ブレーキもすげえ。さっきも言ったけど、ちょっと自動車評論家の人がベタ褒めして、はい、もうちょっと4リッター NA じゃない方の GTS とか、そのベースモデル、もしくは S がなんか申し訳なくな、はい、申し訳ないぐらいなんか絶賛してるからさ、はい、いや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 、言ってもちょっとそれそのフィルターかかってんじゃないのって思って乗ったけど、やっぱりいいです。いいですよね。はい。まあ、あとはもうやっぱまあ GT4 とかもあるので、うんうん、まあ、そこと比べるとまた走りは違うんでしょうけど、もうやっぱもうポテンシャル数字見ればもう分かりますよ ね。もうやっぱ車重も軽くて400馬力もあって、ね、DNA のこのレスポンスのエンジンですよね。うわ、スポーツプラスです。速い、速いけどなんかそのわわわわって感じじゃなくて。そうなんですよ。NA だから言ったらもう全然前回の99さんより扱いやすいというか、はい、まあ、当たり前だけど、はい、どこからでも加速するし。そうですね、ある程度踏めちゃいますよ ね。そうだね、もちろん全制御ありきですけど。そうだね、全然身構えなくても本当に踏んだら踏んだだけ車が前に進む感じ、はい、そうですね。もう今の時代もう600馬力700馬力っていう車もあるじゃないですか、うん、そうするとこう電子制御あっても踏んでもこう踏むと暴れちゃうみたいな、でもそういう感じじゃなくて、ある程度やっぱ踏めちゃう車ですよね。電子制御も賢くて。そうだよね、すごいよね、はい、だってスタビリティマネジメントでだって全部やってんだよ、はい、トルクベクタリングも入って、うん、トラクションコントロールも制御して、うんうん、でそのエンジンのそのエンジンミッションのマウント固くして、はい、いやシフト気持ちいい。何回も無駄に確認したくなっちゃう。そうなんですよ。あと
オートグリッピングついてるんで。あ、そっか、はい、え、これもしかしてアクセルオンのままシフトアップできるやつ。アクセル、あ、じゃあれどうだっけな、確かノーマルのモードだとオートグリッピングが作動しないんですけど、スポーツプラスだとシフトダウンの時にクラッチだけで、うんうんうん、GT3 みたいな感じでしょ。そうそうです、はい、まあ、スパイダーは718スパイダーもついてましたけど、 GT3 ね、シフトアップもついてるんだよね。アクセル、そう、アクセル床まで踏んだ状態でクラッチバーンって蹴ってギア入れても、うーんってなんない、勝手に。じゃあそう、それどうなんだろう、ついてるのかな、やってみるなんて言ってクラッチ踏んだ瞬間にうーんなんてそう、いいわ、欲しい。絶対ワインディングとか、もちろんマサーキットもですけど、うん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 、ワインディングとかめちゃくちゃ楽しい車ですよね、これは。もうね、ちょっとここのカンパチ、カンナナ、カンパチ、はい、プーって流しただけでね、もっと走り行きたいって思う。そうですよね。全然そんなスキルないけど。ちょっとコーナーが連続するとことか行ってみたいですよね、うんうん。全然そんなスキルないけど、もっと走らせてみたいって思う。でもね、今回ちょっとポルシェミュージアム、はい、先々週かな行って、ちょっとね、池田君も本当にポルシェミュージアム行ってほしい。行きたいですよ、マジで。行きたいですよ。あのね、ちょっとね、車のポルシェの見方変わるよ、あれ。あ、やばい。そもそもその体感も、はい、出るとか出ないとか言ってた時かな、うんうん、にポルシェミュージアム行って、はい、でもう一番最初の展示が、うん、ポルシェミュージアム一番最初のエレベーターがあって、一番最初のエスカレーターか、はい、一番最初の展示が電気自動車。へえ、あ、そうなんですか。そう、それなんでかっていうと、そのフェルディナンド・ポルシェが一番最初に作った車が、はい、まさかの100年前の電気自動車。あ、そうなんですね。そう、へえ、すごくない？ 100 年経ってまた電気自動車に帰ってきてるんだよ、ポルシェ。すごいですね。 そう、まあ、それはもう本当に馬車みたいな形にバッテリーとモーターがついてるだけなんだ。で、その次の展示がハイブリッド。そうなんですか。そう、エンジン積んでんだけど、それ駆動用のエンジンじゃなくて発電用のエンジン。はぁ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 。で、だんだんこうビートルからあのポルシェになってとかっていう展示があるの。で、半周ぐらいしたところにその550ってこの718のもうご先祖だな、仙台718のだ、まあベースになった550っていうのが飾ってあって、だそのすぐ横に718も飾ってあるだ。その流れを見てきてるとさ、なんかちょっとポルシェってやっぱりそこからなんかもうやってることが一貫して100年前からブレてなくて、はい、うん、全然見方変わりますね。そうすると車の作りと向き合い方も全然変わってなくて、あ、そう、やっぱすごいですね。すごい、なんか貫いてる感じが本当に。そう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 、やっぱりね、これはね、ちょっとね、すごいよ。だって結局ね、2時間1時間閉店閉館1時間半ぐらい前かな、はい、に行って、あの半周しかできなかったなるほど。それは見るところがいっぱいあってですか、それともこう一箇所一箇所に時間かけすぎちゃってる。時間かけすぎて。あ、なるほどなるほど。いや、でもね、あの日本語のそのあの説明聞けるやつを貸してくれるの、イヤホンで。あ、はい、で、全部聞いてったら半周で、本当は3周ぐらいしないと全部入れられる、はい、あ、最初の半周で、あの閉店のお時間ですって言われてなるほど。そう、全部見てこれなかったんだけど、2回目だったんだけど。いや、2回目でもすごい発見あったね。あとね、やっぱりね、ポルシェミュージアムの車って全部その胴体保管されてて動くようになってて、はい、うんうん、で世界中のその車のイベントとかサーキットのイベントとかに貸し出されて、はい、でぐるぐる回ってるから行くたんびに違う車入ってるんですよ。はあ、そう、あれ何回行っても面白い。あ、いいですね。っていう僕の思い出話です。いつかちょっと行きたいですね。はい、うわー、いいね。音がいいよこれ。これ今バルブ閉じてますね。で、はい、あ、でもノーマルでもオートグリッピングしてますね。あ、してるんだ。これをオフにしていくのかな。あ、してますね。あ、してるんだ。あ、嘘、スポーツプラス入ってます。失礼しました。はい、多分ノーマルモードだとシフトダウンの時に、あ、しないね。あ、しないですね、うんうん、あ、じゃあモードがスポーツかスポーツプラスになってれば、そうです、はい、そうするとオートグリッピングがきますね、はい、いや、これあれですね、ノーマルモードとスポーツモードでこんなに
差が出るんですね。そうだね。今アクセル踏まずしてモードノーマルからスポーツにしただけでグッて車がこう前にちょっとそのぐらい加速するぐらい全然制御違うんですね。へえ、いい車。あとはその燃費とか、あとまあ CO2 の今その規制がすごく厳しくって、はいはい、まあ、ちょっとでも出すとその罰金というかその税金的なものがものすごい上がっちゃったりとか。ああそうですよね。まあ、そんな中これを出してきたわけなんですけど、はい、あのもう一個心配なのはもうドイツ行ってそれもどのメーカーも言ってたけど騒音規制。あ、うん、これはもう間もなくいつか分かんないですけどもうちょいしたらフェーズ3にも入っちゃうんですよね。なる、まあ、いつか分かんないけどもうなるってそれは言われてて、で実際にドイツでも今めちゃくちゃ厳しくなってて、はい、最近マフラーの音がするスピーカーあるじゃない、はい、あれも規制が入ってるんだって。それは車内に対してですか、社会、うん、社会。あれって外に出る音はってことですよね。そう、最近ゲレンデなんかにつけるケースが多いですけど、はい、あれってあの実はアウディが一番最初にやってるんだよね。へえ、そう。あ、そうなんですね。でそのアウディ純正パーツを真似て作ったやつとかもしくはそのまま流用して社外品になってたりするのが多いんだけど、はい、それも規制が入ってダメになっちゃった。へえ、じゃあもうどんどんこういう車、いい音する車ってのは減っちゃうわけですね。かもしくはなんかすごく重課税がかけられるか分かんないですけど。いや乗り心地もいいですね。いいよね、はい、全然、まあ、もちろんスポーツカーというかこれだけ車重も軽いと多少は拾いますけどこう不快なのはなく、いや全然全然、もちろんそのコンフォートなセダンクーペみたいな乗り味じゃないけど、見た目以上に乗り心地がいい。いいですよね。わあ、いやー気持ちいい。もうこれ718の時も言いましたけどオートグリッピングがもう100点満点なんですよね。完璧に回転を合わせてくれるので上手くなった気する。そうです。いや変な話、これもどっかの記事見たんですけど、うん、オートマ乗ってた方、うん、でも例えばちょっと限定解除して、うん、マニュアルチャレンジしてみようかなって方も全然乗れると思います。で普通にこう楽しんで乗れる感じですよね、この感じだと。すげえ、すごいですね。ただペダルな僕は結構慣れないですね。僕は大丈夫です。全然いけちゃいます。まあ、確かにちょっとアクセルがこうちょっとこっちで、そうなんですよ、真ん中に寄ってて少し狭いかなっていう感じはするけど、アクセル踏むときに、うん、なんかこう感覚的にどうしてもこのさらに右側まで足がこういっちゃうんですよね。確かに。ちょっとパーキングかけてペダルも、でもペダルレイアウトは悪くないんですよね、この外以外は、うん、感覚とか。でもスペース的な問題かなという。そうですね、確かにね、左だったら圧倒的にこっちの方がね。そうだよね。まあ慣れちゃえば全然。あと本当ブレーキのタッチもクラッチのミート感覚もいいですよね。いやクラッチめっちゃ優秀。いいですよね、めっちゃ優秀、わかりやすくて豪華だな。確かにこれ本当にでも今出てる中でも多分市場に出てる中でもオプションは多い方だと思います。だって300、まあ、当時の金額で77万円、はい、約380万円、はい、車買いちゃいますよ。そうですね特にこのキーマンボクスターあたりのオプションの中ではやっぱ多いですよね。いや GTS になかなかそこまでオプションっていうのはないんじゃないかな、特にカーボンセラミックとこの 18A、 はい、に関してはなかなか選ぶケース少ないんじゃないかな。確かに。あ、すごい、二足発進全然平気ですね。わあ、トルクフと二足発進難なくですね。うん、乗りやすい。視界も後方視界も全然、ドアミラー、サイドミラー、ルームミラーともに、確かいいですね。あと意外にこのボディはまっすぐなんで、そうですね、バックなんかは、はい、リアフェンダーもこって出てるように見えるけど上から見ると結構平らなんですよね。そうなんですよね。ここ
うわシフトフィールいい。なんか本当手首だけでシフトが、うんうんうん、コクって入る、ね、こんな感じですよね本当に。シフトは土方店長も絶賛してました、ね、やっぱそうですよね。ポルシェ この重さと硬さともう絶妙、はい、まあ、剛性感といいすごいですよね。絶妙っていうさ、やっぱ分かってますよね本当。確かにちょっと車外のさ、クイックシフトとか入れてみたりとか、はい、いや分かんない、そこまで突き詰めたことはないか分かんないけど、はい、ヘビーウェイトのシフトノブ入れてみたりとか、はい、違うよ、ね、昔よくやったやつですよねなかなかねやっぱりね持ってこれない、うん、普通のシフトのあのフニフニのシフトのやつをなんかそのいろいろ手を加えても、そうですね、このフィーリングって出せないなって、この硬さとさ、いや本当っすよね。ストロークもすごい短いですよ。よくできてるよね、うん、マニュアル大国ドイツが作ってますから。そうですね、確かに昔フニャフニャでしたもんね、シフトノブ。ストロークも長くてたまにどこにギアが入ってるかわからないっていう。そう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 、だから確認しちゃうんだよ、ね、そうです。その癖ですぐギア抜いて確認しちゃうっていう今そんな必要なさそうですね、まあ、シフトも出ますからね、うん、まあ速さを求めちゃうともちろん PDK なんでしょうけど、うん、全然このマニュアルは苦じゃないと思います。やっぱりね、まあ、人にもよるかもしれないけどマニュアルって残ってほしいと思うし、いろいろその安全だったりもするじゃない、はい、うん、そのもう踏み間違えしてもそもそもギアが合ってなければ。そうなんですよね、うん、はい、で PDK とかオートマだとどうしてもそのベタ踏み、踏み間違えてベタ踏みすると勝手にシフトダウンしちゃうし、はい、マニュアルもでもなくなりますよ。そうですね、カウントなんですよもう。まあでも某国産スポーツカーも最近追加になりましたね、はい、スープラですね、はい、はい、でやっぱ残ってほしいなって思う人もやっぱりいるから、こうなんていうんですかね、ポルシェも含め、うん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 、やっぱ残るこう、うん、名前が残るスポーツカーってやっぱりマニュアルがまだあり続けてますよね。もう本当にだからその速さとかなんかそういうのの別の次元に行ってますからね今。そうですね、操る楽しさというか。いやだからなんかちょっとその安くてパワーがあってマニュアルの車が出たらいいななんてよくネットで言われること多いですけど、はい、ありますよって感じですよ。あります、あります。安くないけどそうです。でも結果値段が残るから、はい、そんなに大幅に損しないで、うん、そうですね、乗れるケースもあるじゃないですか。ガクッとこう暴落するっていうのも、まあ、今現状はそんなに考えにくかったりもしますけど。でもおそらくマニュアルは今後そういう扱いになっていくんで。そうですね、こういうパッケージ4リッター NA でマニュアルとかこういうパッケージはもうなかなか出せないでしょうね、うん、いやだからすごく次の一手はだいぶ注目してます僕。ポルシェのどうするのか、ね、うん、この時代の波に乗っかってダウンサイジングでいくのか、はい、ハイブリッドでいくのか、うん、あとは今タイカンがめちゃくちゃ売れてるらしい。タイカン、そうですよね。アメリカでもめちゃくちゃ走ってるしドイツでも結構走ってます。あとその車の作りがやっぱり違うっていう。そうですよね、車作ってこなかったテスラが作る車と100年車を作ってきたポルシェが作る車がやっぱり同じ電気自動車も全然違うっていう。そうですよね。はたまたもう今度はもういろんな車自動車メーカーじゃなくてこう家電製品とか電気メーカーが多分参入してきてるもあるじゃないですか。でもなんだろう、車としてはいいのかもしれないですけどこうやっぱりあくまで自動車メーカーはもう何十年何百年って歴史の中で出すのとまたちょっと全然違うんでしょうね。まあいろんなメーカーが今言われてますよね。某家電メーカーとか某電話で有名なメーカーとか、はい、だからなんかこう走る楽しさも残しつつの電気自動車とそういうところとはまた別で本当に
性能、航続距離とかそういうのをこうやっぱり重視してくるメーカーと今後はいろいろ出てきそうな感じがしますよね。めっちゃ気持ちいい。なんかこうあんまり飛ばさずしても気持ちいいのと、軽いっす、車が軽いよね。めっちゃ軽いっす。本当に飛ぶように走るそうですね。もう動きも加速もそうですけど軽いですよね。あと本当にコーナーに行きたい、はい、破綻するまでとは言わないけどアクセルオンでちょっとコーナー曲がるようなシチュエーションに行ってみたい。そうですね。シフトダウン、このオートブリッピングがすごい楽ですね。無駄に変速したくなる感じがします、うんうんうん、車軽いな。もちろんパワーステの制御、このギア比とか制御もありますけど動きがすごい軽いですよね。機敏な感じが。だからね、これもう車エンジン動向よりも車の進化もすごい。そうですね、うん、でも扱いにくさって全然ないんですけど、うん、ケイマンのこのボディに PCCB は、うん、オーバースペックとは言わないですけど十分すぎる多分ストッピングパワーですよね。余力をこう持て余してる感じがすごいします。あとシリンダー休止いろいろくっちゃべって乗ってたんで全く気にならなかった、うん、そうですね。低負荷時は3気筒になるという、うん、多分ノーマルモードとかにすると、ああそっかそっかそっか、多分おそらくそんな回転上がってないで、うん、惰性とか使ってる時はシリンダー休止してる可能性ありますよね。でそれもなんかずっと同じバンクが休止してるとやっぱり良くないから、はい、交互にこう入れ替わるようになってると思って、うん、これもだから本当にねいろんなこう技術の塊と。そうですね、乗ったらとりあえずだから勉強し、もっと勉強したいもんね。ああ、なるほどなるほど。自分の持ってるこれどうなんだろうって。いいですね。でそこでさらにこうさらに昔の車のことも勉強して、はい、うわこれってこうだったんだって、うん、いやー楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。で最後になりますけども、はい、今回ご紹介させていただいたようなこういう豪華オプションの車だったりだとか、はい、ちょっと珍しい車だったりとか、うん、マニュアルだったりだとか、はい、買取絶賛強化中ですよね。もちろんです、はい、特に東京店こういう珍しい車、はい、強いと思いますので、はい、乗り換え検討の方はぜひ池田君までご相談ください、はい、というわけで今回はポルシェ718ケーマン GTS 4.0 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。